トム・アラヤはアメリカのミュージシャン、スラッシュメタルバンド、スレイヤーのメンバーとして知られる。チリのビニャ・デルマール生まれ。1966年5歳の時に家族と共にアメリカのカリフォルニア州に移住した。ギターを弾く、兄の影響で8歳の時からベースを始め、ビートルズやローリングストーンズを弾いていたという。 1980年代の初め頃、父に仕事を探すか就学するかの選択を迫られ、姉の勧めもあって2年の間、呼吸療法士になるための勉強をした。その間、彼は空気の混合比率や採血法、気管相関を学んだという。1981年、ケリーキングからスレイヤーへの参加要請を受け、これを承諾。デビューアルバムの 小脳ーーマーシーの製作費にはトムが呼吸療法士として働いて得た収入が使われている。1984年のスレイヤーのヨーロッパツアーの際には勤務先の病院に休暇を要請するも拒否された。朝の5時に電話がかかってきて誰も来ておらず人手不足なので病院に来てもらう必要があると起こされたという。結局1ヶ月病院に行かなかったところ解雇されてしまった。 スレイヤーでは、作詞を務めることが多く、歌詞の内容は連続殺人に関するものが多い。初めて作詞を務めた楽曲は、エイティードオンゼイスリープである。また、宗教に関わる過激な内容の歌詞を叫ぶ一方で、敬虔なカトリック教徒でもある。これについて本人はあくまでも、アートの表現の一つに過ぎないと語っている。また、 エンジェル・オブ・デスでナチス・ドイツについて歌っていることについては、南米出身の俺がなんでナチになれるんだよって感じだよなと一生に付している。両腕にタトゥーを彫っており、右上腕部には荒やの漢字がある。近年は過剰なヘッドバンギングにより首が限界に達したためだったい、解散の可能性も危ぶまれたが、後に本人は全面的に否定している。 しかし2010年12月に警部の手術を受け、その後はヘッドバギングは一切行っていないようである。本人曰く、俺たちのファンである妻との間に一難、かずめの子供がおり、来日時にはいつもお土産を買っていくという家族思いの一面を持っている。またプライベートなどで見せる笑顔が、バーン、市場などで100万ドルのスマイル等と評されることもあり、その素顔は、 非常にフレンドリーな人物である。ESP トム・アラヤモデルのレプリカ、リミテッド t A-200 活動初期には、BC、リッチのベースを使用していた。1980年代半ば頃からは、彼に、ぜひこのベースを使ってほしいとコンタクトを取ってきたという、ヒルベースなる、個人工房が制作したものと思われるベースを、長らく愛用していた。 1990年代後半からは ESP から発売されたトム・アライアモデルのベースを使用している。同社の製品であるフォレストをもとに製作されたもので、これまで使用してきたヒルベースが採用してきた EMG ピックアップなどの使用を踏襲したものとなっている。このベースは ESP のワンランク下の価格帯ブランドであるリミテッドからも発売されているが、細かい仕様が異なっている。 2017年からは ESP のフォレストから FRX を元にしたトム・アライアモデルにモデルチェンジした。この他にもファーストアルバムショーノー・マーシーの裏ジャケットでは1970年代末期から1980年代初頭のものと思われる白いフェンダージャスベースを使用しているのが確認できる。アンプはアンペグを長らく使用していたがアルバム ワールド・ペインテッド・ブラッドからマーシャルに切り替えている。初期はフィンガー・ピッキングであったが、後にピック引きに変更している。演奏自体は、ルート音とギターとのユニゾンとなるベースラインが基本のシンプルなものである。ありがとうございます。